全国1億2000万のファイヤータブレットファンの皆さん、こんばんは。さとじゅんチャンネルでございます。はい。今日もやってまいりました。ファイヤータブレット雑談でございますが、見てください、これ。このたたずまい。ね。ノートパソコンみたいでしょ。<laughs> あそこにドロイドくん映ってますけどね。はい。ドロイドくんね。FIRE タブレットにこの Google プレイ入れてね、アンドロイド端末的に。 ファイアーロイドとしてね、使っておりますけれども、どうですかこの、佇まいがね、ノート PC みたいにスタイリッシュでしょかっこいい。あとね、なんと言ってもね、このタブレットの立ち方、この角度、高さ、絶妙じゃないですか。このタブレットスタンド、どこで売ってんのつってね、よく聞かれます。どこにも売ってません。これね、皆さんが、ファイアタブレット買ったら、 無料でついてきてきますよえそんなの入ってないよっていう方いやあるんですよ実はこのタブレットスタンドこうなっておりますしょいじゃあじゃーんなんとダンボール製なんですよはい実はですねこのダンボールっていうのは何かついますとですねほら ファイヤータブレット買ったら、こうね、この Amazon の箱に送られてくるじゃないですか。はい。その箱のですね、<laughs> ここを切ったわけですよ。ここを切ったの。ちょうどですね、先ほどのタブレットスタンド開きますと、この長さと同じなんですよ。ぴったり一緒。で、この部分をカッターナイフでね、ちょん切って、半分に折ると。こうやってね。 半分に折って、うんまあ、こんな感じでこうカットすればいいわけですよカッターナイフでねで、まあ、コツとしてはねカッターナイフの刃なるべくね新しいのを使ってください古い刃だとねボソボソになってこんなに綺麗に切れないんでねうんで、まあ、こんな感じでカットしますでポイントはですね、えーまあ、この角度がだいまあ90度よりちょっと浅いかなっていうぐらいでここをですね少しこの鋭角に跳ね上げるぐらいにカットすると ちょうどいいんですよで、こんな感じでね、まあ、カットして開けばちょうどねタブレットの角度に程よい高さと角度になるんですよ。ね、なかなかいいでしょこれがねまあついてる箱でね無料で使えるっていうのはこの奇跡の一致この箱のサイズとね高さ角度が偶然に一致するってね 奇跡の組み合わせですよえー、まるでですね皆既、えー、月食のようにね月と太陽と地球がこう絶妙な大きさと距離になるようにね、えー、このファイアタブレットのスタンドも絶妙にいい感じの大きさになるということでございます皆さんもね是非真似してみてくださいこんな感じのかっこいいファイヤータブレットができますよ